ラスボスがメク星人だと困るから、なんとかシロに近づけてね。では、家で待ってるチェンに一応電話で連絡します。幻想郷も昔に比べたら、随分とハイカラになったわね。ゆかり様が生き遅れてるだけです。ああ、チェンが？いや、何者だき様？一体どうしたの？なんか向こうにニャーニャー言ってるやつがいるみたいなんですよ。貴様、チェーンをどこにやった？お前あれか、あれの感じか、なんとか言わないか。ニャーニャーってチェーンじゃないの？チェーンがニャーニャー言うわけないでしょ。猫か。どう見ても猫です。本当にありがとうございました。お前、どこの差し金だ？お前、あれか？もしかして貿易赤字の借りを返しに来たか？直接だと言葉として認識できて、電話越しだと言葉通りに聞こえるってどういうこと？なに？そんなに驚いて、向こうは何て言ってるの？わかりませんけど、高周波の電波を発信しているかのような声です。大変ね。お前、チェンに何かあったらただじゃおかないからな。そこで待ってろ、超待ってろ、正座で。ラン、多分今のチェンでしょ。そんなこと言ってチェンがハンバーグになってたらどうするんですか。帰るぞババ。うわ、ゆかり様をババア扱いは危険では。ラン、私をババアと呼ぶなんて逆に嬉しいわね。なんでだよ。じゃあそういうことだから、ゆえ子によろしくね。はあ、わかりました。お気をつけて。帰り際にタヌキが出てきたら、確実に撃ち殺しちゃいますよ、今の私なら。それ、どんな心境よ。ふぅ、やっと帰ってくれたか。よく考えたら、隙間を使って帰ればよかったの。いい加減だな。ヨーム、私は帰ってきたわ。ユユコ様の胃腸の弱さもいい加減にしてほしいです。1ステージごとになぜか食材を見つけて、調理後白玉寮にて採点。向こうの機嫌が良かったらコマ感は元に戻るらしいわ。聞いてる？うん、今のところだけ聞いてた。全部聞きなさいよ。また最初から説明しなきゃならないじゃない。え？レミに湧いてないわよ。じゃあ誰に言ってんだ？お前だよ。すみません。サクヤギじゃない。さっきから何をぶち切れてんだ？同じ説明を何度もやらされてたらこうもなるわ。私低血圧で朝弱いのに。その割にはエンジンムキムキ絶好調ね。それ以上酷使したらこの紫色が真っ白に燃え尽きるからやめなさい。面白いのにな、パッチリポンゲーム。何そのゲーム、詳しく。あのな、このゲームはな。そんな説明いらん。ああそうかい。本当にエンジン全開だな。1から6ボスを倒す、食材調達、調理、料理を抱えて6ボスついでに料理を試食、コマが復活、コマが復活、終わったか。はい、プランも分かったか。いや全然、ただパチェの気配が死んでる。分かって、妹様。あと変に抽象的なアドバイスもいらないから。いや大まかなのは分かったけど、ちょっと分からないところが。ああそういうのね、質問なら受け付けるわ。パチ、なんか先生みたいね。先生というより区役所の職員っぽいな。それあんたの先入観じゃないの？あんたたち、いい加減にしないと本気でうざがられるわよ。それは嫌だな、黙るか。うー、怖い怖い。はい、パチリー先生。じゃあ、フラ君、結局何人で行くの？それ、結局どういう話になったの？私？あなたとお前は？お前って？じゃあ、私？あなただけじゃないわよ。いや、お前もあの子も。
あなたじゃなくて私？いや、あなたも？私も？いや、そこはあなたですよ。わかんないよ。なるほど。レイム、マリサ、サクヤで私だね。わかったんだ。すごいわね。4人か。まだまだ兵隊が必要だな。いや、多いわよ。これの元にした異変に比べて1人多くなっちゃったわよ。先生、そこはこの前のフランの出弱を考慮した上で許して。まあ、仕方ないか。原作ではあくまで3人です。3人でした。そこはお間違えないように。ご機嫌伺いって面倒だな。これが仕事ですから。どんな仕事だよ。4人は分かったけど、4人いっぺんに行くの？うん。そこは即答ね。一人ずついても手間かかるだけでしょ。面倒だし。クールかつ大人な理由だぜ。4人一斉にってどうなんでしょうか。いじめ問題に発展しそうですよ。それもそうだな。でも一人ずつはダメなんだろ。二人一組でいいんじゃない。じゃあそれで。それ次回作じゃないのか。4人一緒に行くのに戦うときは二人なの。何なの。画期的すぎて意味不明だな。一概にそうとも言えないわ。馬車の中には仲間がたくさんいるのに戦闘するのは結局3、4人とかはよくあることよ。なるほど。すごい説得力だぜ。さすがパチェリー先生。結局何もしないのに出番が来ない一組は一緒にいてもしょうがないでしょ。もう選ばれなかった一組も留守番でいいんじゃない。そうね。相変わらず雑だな。ではレーマン&サクヤ組とマリさんと妹様組はステージにじゃんけんでもしてどちらがメインになるか決めなさい。わかったぜ。それが今回のシナリオ分岐の方法よ。そこまでぶっちゃけなくていいよ。先生、ハフラ君、さん、さま。先生、まだ自分のキャラを手探り状態ね。いまいちなりきれないでまごまごしてるな。そこうるさい。料理がなんでいきなり出てきたのかわからないんだけど。それは白玉楼の主西行寺ゆゆ子のキャラの方向性が腹ペコキャラ以外はしっくりしないから、何とかシナリオ上に組み込めないかと悩んだ結果がこれだよ。へえ。でもさ、食べ物を6個集めて最終的に料理するのか、ステージごと1個の食材使って料理作るのか、そこのところはどうなんだ。1ステージごとにやられるとこっちが面倒ね。かといって最後に1回だけっていうのも。じゃあ2ステージごとにしなさい。どっちの食材をうまく使ってなんか作れ。ちょっといいかしら。はい、お前名前を呼べよ。頼むから。ゼロペース。一文字も合ってないよ。サッカー選手じゃねえよ私は。野球よ野球。ああ、東北の。2人くらいいなかったっけ。あ、ややこしいわよねあれ。あいつら何の話してんだ。さっぱりわからないわね。はあ、さっぱりさっぱり。あなたわかる。いえ、スポーツはインディアカとラートしかわかりません。聞いたことねえぜそんなスポーツ。お子様どもめ、まあいいわ。昨日言った気がするけど、私たちは料理パート担当でいいの。そこね、前作で十分すぎる出番があったからね。今回シャシャリ出て果たしていいものか。どうしたらいいと思う。知らねえよ、頑張れよ。そこは遠慮しないで頑張って主役の出番を食っちゃうこと頑張れよ。いつもは咲夜さんがお料理してますけど、私も中華ならいけますよ。そうね、私とメイリンとパテがいればなんとかなりそうじゃない。むしろレミいる？あ、頼むから何か言ってよ。頑張るわよ、頑張るから。
そこまで言うならいいんじゃない？じゃあそれで。敵に会って勝負して、その後に食い物を探して持って帰って何か作って、それを持ってまた出かけるのか？不思議のダンジョン？1000回遊べるゲームじゃないわよ。せいぜい2回よね。いやいや、言わなくていいよ。でも行ったり来たりは確かに面倒ですよ。昨夜は1往復するまでもなくヨタヨタしちゃうでしょうし、自分でもプロポーションはそこそこだと自負してますけど、中身は小ナスに爪楊枝刺した感じのバランスですから。その食材と料理の運び屋はどうせガヤレンチがいるでしょうから、そいつらに運ばせればいいわね。そもそもゆかりがいるだろ。隙間でどうにでもなるんじゃないか。そもそも今もどこかで覗いてそうだしな。いるわけないでしょ、あんなババア。うがう、いきなり出てきた。もっと貯めろよ、その方が美味しいんだから。いや、しまった、私としたことが。その覗き癖やめなさいよ。あとこっち向いて喋るときは口をうがいしてからにしなさいよ。くさっ。ああ、今誰が臭い言ったか。誰のどこが臭い言うんじゃこれ。あの白いばあさんの寝巻きみたいなの着たやつが言ってた。え、いやちょ、お前か。お前、あの館直すの私やぞ。私の機嫌損ねてどうすんじゃい。悪い。はい、すみません。レミも悪気があってやったんだから、そこまででいいでしょ。仕方ないわね。ね、結局さっきのルールでよかったのかしら。あなた一応主催者でしょ。悪気、ああ、え、さっきのでいいわよ。結局昨日は家に帰ってご飯食べて寝ちゃって何も考えてなかったし。